恐縮です。すいません、ありがとうございます。イヤホー、今日はお知らせ報告動画でございます。4月の30日にアップいたしました6月30日貴族の晩餐会、その告知動画でございますね。反響を多数いただきましてありがとうございます。それに関しましてちょっと一つだけ訂正とお詫びをさせてください。チケットの販売枚数を25枚ということで告知させていただきました。でこの後ですね、ちょっと数えたんですよ。あの西尾ヘブンズドアさんからいただいた室内の資料と、この参加者の他に出演者とスタッフがいるわけですよ。その数をトータルでね、数えてみましたところ、25枚売ってしまうと全員入れなくなるということが分かりましてね、もう本当バカですね、私ね、何やってんだかと思うんだけど、本当に皆さん申し訳ありません。なのでチケットの販売枚数を減らすようにしないといけないので、枚数を変更させていただきます。25枚と申し上げたんですが、20枚にさせていただきます。本当に申し訳ありません。でですね、まあ20枚にするっていうことなんで、まあ今それ言ってる以上はまだ20枚売れてないっていうことなんですけど、現在ですね19枚売れてます。ありがたいことに告知からたった5日でね、もうそこまで売れたっていうのは本当に嬉しい限りです。もう先にお礼させていただきます。ありがとうございます。ということはですよ、あと1枚です。あとお一人購入していただけたらチケット販売終了とさせていただきます。本当に申し訳ございません。また本当にね、もう皆さん来ていただけるっていう本当に嬉しい限りです。もう購入していただいたね方もそうなんですけど、もう知り合いとかね、そういう方々からもう買ったよっていう DM を直接いただいたりとか、本当にもう嬉しい限りです。本当にありがとうございます。またゲストで出演していただける志麻さんはじめ、またご協力いただけるスタッフの皆さん等々、ね、本当に感謝してもしきれない。もう本当にありがとうございます。当日の内容ですが、まあ、ここで言うことはしませんけども、この志麻さんとイングベ・マルムスティンのねトークをさせてもらうっていうことの他にもちょっとしたねことを考えてますので、皆さんに楽しんでいただけるように、60歳1回しかない誕生日でありますから、その日ねイベント参加して皆さんとお祝いできてよかったという気持ちになっていただけるのと同時に、やはりさらにねこれからもイングベ・マルムスティンをもっともっと応援しようというように思っていただけることが一番大事ですので、そこを目指して準備させていただくようにいたします。どうぞよろしくお願いします。来ていただける方も本当はありがとうございます。チケットを購入された方に向けてのまあ諸注意といいますか、当日のお願いに関してはまた日が近くなったら動画にしてアップしますので、そちらをお待ちください。よろしくお願いします。もう一つお知らせがあります。6月30日オフラインで還暦のお祝い記念イベントをやるということと、オンライン上ではかねてより告知をしております還暦記念動画、過去に誕生日のお祝いということで
ファービヨンダザサンとトリロジー2回やってますけども、今回3回目、しかも還暦記念ということで、過去にない規模でやっております。これもですね、皆さんのご協力なければできませんっていうぐらいの規模になってしまいました。正直言って、というのはですね、もうすでにゲストお一人、セレベラーロンドの真城さんが参加してくださるというのは発表しているんですが、さらにですね、ご協力くださるという方が何名かいらっしゃいまして、その方々にも出演していただけることになりまして、もう本当にね、もう涙出そうなぐらい嬉しいんですよ。本当にありがとうございます。どなたかっていうのは発表まで伏せますね。真城さんを、まあ、すでに公表しちゃってるんですが、真城さんはね、もううちのチャンネルにとってはもう本当になくてはならない方のお一人、もうね、準レギュラーって言ったらちょっと失礼だけど、この人がいなかったら自分やっていけないなぐらいの思いでいるんですよ、真城さんに対しては。本当にそういう方なんで、もう先に公表させていただくっていう形で、本当よろしくください。あと2ヶ月もうないですね。1ヶ月半どんどん作業を進めて、6月30日に公表できるように頑張ってさせていただきます。お楽しみにしててください。肝心の動画アップの時間ですね。いろいろ考えましてね、これ今日公表しておきます。いつもだったら午後8時っていうのが標準なんですけど、これ午後8時にしちゃうとね、当日その午後8時からイベントスタートなんで被っちゃうんですよ。でなおかつそのマイアミとのね、時差の兼ね合いも考えて、日本でね、視聴時間が結構多い時間帯と、マイアミでね、真夜中になるとか早朝になるとか、そういう時間帯を避けて発表する時間は何時がいいのかなというのをもう調べまくりましてね、でうちのスタッフと相談して決めました。その時間はですね、6月30日の午後11時、イベントが終わりまして、6月30日の午後11時に公開するようにいたします。そうすると、マイアミがですね、6月30日の午前10時なんですよ。イベントが終わって、参加された皆さんも家に着いて、まあ、のんびり見られる時間。かつ、まあ、夜11時だったら夜型の人ね、メタルは多いでしょうから、まあ、皆さん起きてるっていうことを加味して、まあ、この時間でも問題ないだろうっていう判断と、やっぱりマイアミの方でね、ちゃんとした時間というか昼間の時間に見られるってなったらここかなと、いうことで、6月30日の大取りですね、日付が変わる1時間前、その時に王者の還暦記念動画を公開させていただきます。はい、ということで6月30日、まあ、主に夜ですね、夜の時間帯で、王者の還暦に関することをね、バーバーバーンと進めるような感じでこれから進行していきます。皆様のご協力何卒よろしくお願いいたします。それに伴いまして、ちょっとですね、作業云々もあるんで、このレギュラーの動画の更新がちょっと滞るかもしれないです。それは本当に申し訳ありません、すいません。本当になんとかね、継続してアップするようにはしていきますんで、何とぞ動画上がってないからといってサボってるわけではないということで、ちょっとご理解いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。とりあえずはですね、6月30日までその動画のこととイベントのこととでもう突っ走っていきますんで、もうそれに関わることでも動画撮影はしてるんですが、それアップしちゃうと曲名が分かっちゃうので、その曲名がね、なんつうの、その弾いてるところを映しちゃうとね、まあ曲がバレるし、それでいてね、音を消すとかしちゃうとつまんないでしょ。それ作業風景の動画もね、イベントとかその6月30日の後に全部アップしますんで、こういうように作業してたんだよというようなことをね、まあ本編の動画見た後に、あ、こういうことやったのかというような感じで、見ていただければいいかなと考えております。またイベントもですね、前にお伝えしてあります通り、内容をフルでアップすることはしません。
当日のダイジェストとして要所要所で映したものを編集してアップして、こんな感じでやりましたというようなものをアップするつもりでおります。なので重ね重ね申し上げますと、その内容ですね、志麻さんがどういうお話をなさったのかということはイベントに来ないと聞くことができませんので、ぜひあと1枚チケットご購入よろしくお願いいたします。ということで今日はお知らせだけですいません。アンドリューさんでした。